こんにちは、こんばんは。ココアートチャンネルへようこそ。今日の話題は一体どちらでお伝えしようか、黒ココにするのかファーストチャンネルにするのか、どっちかって迷ったんですけれども、たまにはねこういう話もココアートチャンネルでいいかなと思って、今日紹介するのはこのサイト The21 というような、ちょっと心理カウンセラーの方の記事が目に留まって、ちょっと皆さんにシェアしたいと思ったんです。というのも、まあ、皆さんにシェアしたいというか、私自身がですね、最近ちょっとねずるい人というか、足を引っ張るような人というか、そういうね、皆さんご存知の方も深く言えないこの感じなんですけれども、嫌な人と出会ったりとか、なんか攻撃受けたりとか、足を引っ張られたりとか、そういう時ってただ単にやられっぱなしっていうとか、なんかぐちぐち言ったりとか、なんかすごい心がズンズルべになってきそうで、またちょっとヒートテック見えてる夏にヒートテックを着る私ってうちの龍がね、もう老犬でね、16歳で、うん、やっぱりね、ちょっと心臓に負担かけたくないので、もう寒くしてるんです。なので私はヒートテックとカーデガンで対応しておりまするでございます。はい、ココアートチャンネル。話を戻しますと、ずるい人をね寄せ付けない方法ということがね書いてあったんですよ。はい、そしてこうもう最初のところにも いきなり答えを書いてるのがすごいなと思ったんですけれども、真面目な人ほどターゲットにされると、真面目な人ほど寄せ付けられると、真面目な人ほどそういうずるい人を寄せつけると。ねえ、私もちょっと最近ずるいな、この人すごいなって、こんな人間いるんだなっていう人に出会って、だったら動画のネタにしようって、もうそれが一番いいと思って、足を引っ張るのは嫉妬しているからっていうふうに書いてるところに、同僚や部下の手柄を奪う人、足を引っ張る人は実はね嫉妬が隠れているんじゃないかって、自分の何かを奪われそうな時、それが怖くて、その嫉妬心で人の足を引っ張ったり、ずるさが出る人がいるということなんですね。動物界では弱った雛鳥を他の鳥たちが、まあ、言えないのに、ね、YouTube 上の禁止のことがあるから、こう巣から落としてしまうようなね、そういう現象があるんですけれども、それってさ、弱ってたらもう自然に餌をさもらえなくなって、やっぱり口を開けてないとね、ひな鳥って入れてもらえないから弱くなってね、もうなっちゃうのに、それでもそうするっていうのがもう本能として刻み込まれてるっていうことでしょ。それっていうのは何でかというと、いかに母親の養護を自分がこう独占するかとか、たくさん受けられるかみたいな、いかに餌をたくさんもらえるかっていう、そういう本能らしいんですけれども、そういうのが人間にもねあるということなんですよ。なのでずるい人を引き寄せやすい人というのは、意外に恵まれた人が多いそうなんですよ。ココアートチャンネル。嫉妬しやすい人とされやすい人の違いということで書いてるんですね。この話に覚えがあると思いつつ、まさか自分が嫉妬されるなんて、自分は妬まれるような長所などないと考えた人もいるでしょう。私ここだったんですよ。私別に嫉妬されるようなこと何にもないのにと思ってるんですけれども、私結構なんかこうアートの世界の人とかね、やっぱり絵で何とかしたいと思ってもできない人とか、なんか LGBT の人からも身に覚えのないことですごい叩かれたりすることって、もしかしてその中に叩く人って嫉妬ってないのかなってふと思ったんですね。まして私別に嫉妬される存在だと思ってないですよ。実はそんな風に考えること自体が嫉妬を煽りやすい性格なんだって。だから、私嫉妬されることなんてないのにって思って、それを何か発言しない方がいいらしいんですね。そうすること自体が嫉妬される対象になるんだって。ココアートチャンネル。なぜかというと、逆に嫉妬するタイプの人間というのは、自分を実際よりも優れているっていう風に実は見なしてるんですよ。ここびっくりしたのね。嫉妬するタイプの人って、自分に持ってないものを持ってる人に対して叶わないからその嫉妬するのかなとか、自分が持ってないものを持ってる人に対して嫉妬するのかなって、例えば自分より大きい家に住んでいるとか、自分よりも素敵な旦那様がいるとかさ、それで嫉妬するのかな、例えば自分よりも綺麗とかね、なんかあるじゃない、女性同士でも。だからかなと思ってたら、じゃなくて、嫉妬する人っていうのは自分は優れてると思ってるんですって。なぜかというと、私は評価されて当然だと。わかる？もうここが嫉妬する人の心の歪みなんですよ。私は評価されて当然だと、私は認められて当然だと、この私が、この私様が認められなくて、あの人が認められてるのどういうこと？っ
ていうのが嫉妬の原点にあるっていう感じなんですよ。私これびっくりしたんですね。なんかここまでは考えてなかったので、自分にこういう感覚がなかったので、そうなんだって。自信がなくて嫉妬心が出てくるとかそういうのじゃなくて、私は優れてるっていうプライドから嫉妬心が出てくるっていうことを、この心理カウンセラーの人のこの文章を読んで、私素直に感動というか、その見方もあったんだって。もちろんね、これが全てじゃないと思いますよ。いろいろこのね、賛否もあると思うけれども、私は素直にこういう見方もあるんだということで勉強になったなって思ったので、シェアしたいなと思ったんですね。ココワードチャンネル。もちろんね、みんな嫉妬あると思う。少なくともいいなとか羨ましいなっていう嫉妬は誰にでもあるし、好きな人が誰かと仲良くしてたらもう嫉妬しちゃうって、その嫉妬と今言ってる嫉妬、他人の足を実際引っ張るようなあるし、その嫉妬心全然違いますよ皆さん。嫉妬にも絶対種類とレベルがあると思います。嫉妬も羨ましいなとか、もう嫉妬しちゃう、焼けちゃうっていう嫉妬は誰にでもあるし、それは受け入れた方がいいと思うんですよ。誰にでも持ってるから、みんなあると思うので。ね、そのズンズルベンにもほら、レベルがあるって言ったじゃないね。自分の中のズンズル弁ね、ズンズル弁を108つっていうライブで出たでしょ。その108つのズンズル弁を生きてる間にどれだけその煩悩をのとうとうとうですよ。わかんない。そんな感じ。雰囲気でいこう。今日はいつも雰囲気でいくわ。だからそういう人っていうのは何かしらの口実をつけて攻撃してきて、もう嫉妬してくるので、そういう人に対して何か言い訳をしたりとか、あ、私嫉妬される要素ないんですけど、なんでですかっていうのは、逆にそう嫉妬心を煽ってしまうので、もう無視です。はい。なので私もこれを読んでね、ちょっと考え方をね切り替えて、もうなんか絶対整形してるんでしょうとかね、なんか好きなことでよくそんな好きなことばっかりして生きていけますねって言われた時に、私も頑張ってるんですけど、私そんな要素別にとか言い訳するんじゃなくて、そうなんですよ、好きなことで生きちゃってて、まあって言った方が、でも嫌味これ、だからどうした方がいいんだから、これをだからシェアして皆さんに意見聞こうと思って。ココワードチャンネル。目をつけられやすいタイプの特徴とはって書いてるんですけれども、嫉妬されやすい人の中には厳しい親のもと、いい子で育ってきた人が多いように見られますと。私そんなこと、そこはちょっとね、私別にいい子じゃなかったと思うんですけれども、頑張ろう、叱られないようにしようと努力をするいい子は、裏を返せば今の自分はダメだっていう風に自己肯定感の低いタイプの方なんですと。その性格を育てた親の厳しさ、これもまた種を明かせば嫉妬なのです。親は子供の愛情を持つ一方で、自分よりも幼く弱い子供イコール下に見ている存在に対して苛立ちを起こしやすいのもまた親のね姿らしいんですよ。容姿や能力が優れていればもちろんのこと、配偶者や愛情を奪う可能性のある脅威として、しつけという名前で嫉妬の発作をぶつけることが多々あると思うんです。これを読んだ時に、これぞ今ピーって入りましたので、ひらがなで文字が入ったと思います。最近この言葉使ってもさ、広告剥がらされた。ココワードチャンネルね、だからこういうなんかそのさ、今日はその嫉妬心とか人の足を引っ張るずるい人を寄せ付けないようにするにはっていうことで読み始めたのに、もう深いなと。人の心理とか、やっぱ心理カウンセラーの方っていうのはその心理から読み取ってるんだなと。その嫉妬心とか人の心理とかから読み取ってて、これってもしかしたらそのね、帽子にもね、帽子にもつながると思うんですけれども、ということでちょっと話題の途中なんですけれども、ね、これを見られてる方で子育てで悩んでるよっていう方とか、近所であれもしかしてって思ったら、もう迷わずに1899、いち早くです。この番号は別に通報専用じゃなくて、子育ての相談ダイヤルでもあるので、ちょっとそういう話題が出たのでこれちょっと告知しておきました。もうこういう形でしか入れられないの最近。これ専用の動画作ったらもうそれペナルティになっちゃったので、もうこういう入れ方をどんどんしていこうか的な感じで企んでおりますわ。ココワードチャンネル。そして自衛策ね、これ嫉妬心じゃないんですよ皆さん。他人の足を引っ張ったりとか、ずるい人を寄せ付けないように、はい、最初に戻りますよ。ここで最初に戻ります。こうね、心理を読んできて、最初のずるい人を寄せ付けないためにはどうしたらいいのか、ここに行きますね。心理カウンセラーの方が言うには、正しいか非かよりも
深いか不快かが重要だそうなんですね。この考え方こそが自衛策のヒントだそうです。そのような謙虚さ、真面目さ、高潔さを捨ててしまえばいいのです。相手は自分に嫉妬しているだけ、自分の方が上だ、相手がバコなのだと笑い飛ばすのが一番です。相手は自分に嫉妬しているだけよ、私の方が上、あんな人もほっときましょうって笑い飛ばすのがいいということなんですね。ココワードチャンネル。自分が上と思える根拠はなどと考えてはいけないんですって。もうそういうこと考えるんじゃなくて、もう何が正しいかとか非かとかじゃないの。そのね、自分が上かとか非かとかなんで、上とか下とか、もう人にそんなと思うでしょ。もうそういうこと考えないで、そうずるい人とか人の足を引っ張る人に対してはもういいの、何を思って何を思ってもいいの。だからもうそう行きましょうってここには書いてあるんですね。これは感覚で生きるということですよ。これは感覚で生きるということでもありますって書いてるんですよ。私ここには深く共感するんですね。直感でいきましょうと。正しいか非かとかそういうことを考えるんじゃなくて、自分にとって不愉快か愉快かっていうことですよ。だから不愉快って感じたらもうね、もうはいっていう感じ。ココワードチャンネル。真面目な人は損をするっていうふうにはね思いたくないけれども、やっぱりね、真面目な人とか優しい人っていうのは攻撃の対象になりやすいっていうふうに書いてるんですよ。私もそうだなって思いました。だからそのね、自分のね、私もやっぱり自分の中の正義感とか人に優しくしたいっていうのが基本なんですね、やっぱりそれは。でもそれだけでは目をつけられちゃうんですよ。それにプラスして強さとか、なんかそういうなんかもうなんかね、意地悪な人の上を行くこう毅然としたことも必要だなって最近特にそれを思います。自分よりも弱い人とか、もうこの人頑張ってもらいたいなっていう人にはもう大いに優しくしましょう、大いに。でもずるい人とか高圧的な人にまで優しくする必要ないんですよ。優しい人とかもう清らかな人って誰にでも優しいから目をつけられちゃうと思うんですよ。なのでもうここにもいろいろ書いてるんです。もっとちゃんと読んでみたいっていう人は下に貼っておくので、よかったら本当にもっともっとね、詳しいこととか第1第2第3っていうふうに書いてるので読んでほしいんですけれども、私がこれを読んで、私が私のフィルターでこの動画を作って皆さんに何を伝えたいかというと、やっぱりね、優しいだけではやっぱり自分のその優しさとか弱さとかっていうのが出てきて、そこを攻撃されて潰されちゃう場合、このアートの業界もそうだし、この YouTube の業界もそうだと思うんだけれども、ある程度やっぱり強くならないといけないなって、私は自分にそれを言い聞かせたんですね。もう何でももうネタにしていくわよぐらいの、それぐらいを思っていかないと、私よりももっと弱い方とかいるわけでしょ。そういう人たちを守ってはいけないなって、やっぱり私の動画に集まってきてくれる人の中には非常に繊細で HSP の人もいらっしゃるし、繊細で傷つきやすい方とか壊れやすい人とか、ガラスの心を持った人もいるんですね。ココワードチャンネル。もちろん絵描きは繊細で弱くて柔らかい心も必要なんだけれども、私の肌感覚で言うと、やっぱりその優しさとか弱さとか繊細さだけではやっぱり潰されちゃうなっていうのが最近思って、やっぱりずるい人っていうのはやっぱり寄ってくるなと。だから私が自分にこれをサイトを見て言い聞かせたのは、その繊細なものはそのままでいいと、別に汚くならなくていいし、ずるい人に染められて自分までずるくならなくてはいいけれども、そのやっぱりなんて言うの、その繊細なものを鋼のもので覆わないといけないなと思いました。だから私は誰にでも優しくはしません誰にでも優しくはしません。これスタッフにも言ったの、もう誰にでも優しくするのやめの、うちのスタッフ誰にでも優しいの、誰にでも優しいの、それダメって言った。もう前からそれはね、私よりもそれがあるので、それは言ったんですよ。もうすごく正義感が強いし、私よりも優しいし真面目だし、もう本当にもう本当に真面目、なんかもう本当に相手はあなたのことを利用しようと思って お願いしてるだけなので、それでも真面目に答えるっていう感じだから、もうね、横柄な人とかずるい人とか、もう攻撃的な人にね、こちらが真面目に対応する必要はないって思ったんですよ。なのでこれをご覧の方でやっぱりちょっと心当たりのある方いると思うの、ずるい人を寄せつけて自分が結局疲れちゃうという人はいない、そういう人はやっぱり自分の直感に従おう。自分が愉快か不愉快か、ここに書いてある通り、自分がちょっとあまりにもちょっともう疲れるな、この人といたらと思ったら距離を置いてください。ずるいなと思う人とずるずるといると、もっとひどい目にあって、もう取り返しのつかないことになって、もう自分で自分を否定してしまうことにもなってしまうので、やっぱりそこはね、
ちゃんと相談乗ってくれる人もいるし、ずるくない人っていうのもいるので、もうそれは本当に感じました。無償の愛で私を包み込んでくれる人がファミリーの中にもいっぱいいるし、モデレーターさんもそうだし、私のファンの方の中、応援してくれる人もいっぱいいる。もう中にはいるよ、自分の自己満足だけをなんか満たしたいがために私に近づいてる人ももちろんいるけれども、そんな人よりも圧倒的にもう手放しで私を応援してくれる人、私のもう意見をすごいなんか耳を傾けて共感してくれる人、もう力を貸してくれる人がいる。だからそこにエネルギーを使いたいと思った。そっちを見ようって思ったんです。だってもうなんかそこなんかもうずるい人の方を見てたらこっちに背中向けるんじゃない。もう私その考えなんですよ、昔から。だからこのサイトに共感したの。なのでこれを見てる方でなんかずるい人引き寄せちゃうっていう方はこの感じでいこう。ここはアートチャンネル。なんかちょっともうサイトを読みながら自分の意見もいっぱい語っちゃって分かりにくくなってしまった、ごめんなさい。その場合は下に貼っておくので動画のタイトルをクリックまたはタップしてください。説明欄開くのでそこを読んでいただけたらまたサイト出てくるのでもう読んでみて、すごいなんかああそうだな、ああそうだなと思うことも書いてるのでぜひ見ていただけたらいいと思うんですけれども、なんかちょっとこのサイトを見ながら私の考え的なことをちょっと話してしまう的な動画になりましたけれども、ちょっと久しぶりにココアとチャンネルの方でこの話題をお届けしてみましたけれども、いかがでしたでしょうか。そしてこのサイトとは全く関係のないんですけれども、このなんかビジネスの世界、この YouTube って結局ビジネスの感じじゃないですか。このビジネスの世界、まあアートの世界でもいいですけれども、いる世界でこう一生懸命こう伸びようとかさ、伸びてる人の足を引っ張る人もいるじゃない。この先ほどのね、ずるい人はもう誰の足も引っ張ると思うんですけれども、これから頑張ろうと伸びようと一生懸命頑張ってる人の足を引っ張る人っているでしょう。私も本当に出会ってもう感じたんですけれども、そういう人がなんでかなって私なりに考えてみたんですよ。ここはアートチャンネル。そしたらね、そういう人の心理の中にね、なんかねパイの奪い合いみたいな、置いてるパイの数が決まってて誰かの足を引っ張らないとそのパイが取れないと、わかりますか。こうパイっていうのかな、こうなんていうの、あのパン食い競争ですよ。パン食い競争でパンの数が決まってて他人の足を引っ張ってね、自分が一生懸命走ってそのアンパンを掴みに行くっていうんじゃなくて、誰かの足を引っ張らないとそれが取れないと思ってるからだなって思ったの。でも冷静に考えてみてください。文明というのは、今の文明見てみて、今のビジネスの世界だけじゃない、見てみて、どんなに不況になろうが富の数っていうのはどんどん増えてるんですよ。もうどんどん文明って良くなってるし、ね、昔みたいにもう物がない時代でもなくて逆に物が溢れてて、富の数とかビジネスのそういうそのアンパンの数はもうこれからどんどん増える一方なんですよ。ね、567で多少少し落ち込むことがあっても、もう逆に反動でまたすごくなってくると思いますよ。アンパンどんどん増えてくる。ね、アンパンどんどん増えてくる。アンパンが。もうわけわかんない逆に。アンパンがどんどん増えてくるんですよ。ね、お金っていうのはどんどん増えてくるんですよ。だからこれから頑張ろうっていう人の足を引っ張るよりも逆に応援して押し上げた方が、そこのパンがもっと増えてくると思った方がいいんですよ。そのパンを作るのは誰ですか？他でもない私たちであり、あなたが足を引っ張ろうと思ってるその人でもあるんです。ね、世の中のお金をどんどんこう増やして世の中をこう豊かにしようと思ってる人というのは、あなたが足を引っ張ろうと思ってるその人なの。私の足を引っ張ろうと思ってるかもしれないけれども、私も世の中の何か役に立ちたいし世の中に貢献したいと思ってるんですよ。だから私の足を引っ張ろうと思ったら世の中の人の足を引っ張って、いずれは自分の足を引っ張ってるっていうことに気づいた方がいいっていうことを言いたいんです。だからこれから頑張ろうと思ってる人の足を引っ張ってる人は、実は自分の足を引っ張ってるって、もう同じこと何回も言ってるけど、そこに気づいていただきたいんですよ。なので頑張ろうと思ってる人の足を引っ張るよりも応援してあげた方が自分も一緒に上がっていくっていう風に、もっと広い視野で見た方がいいんですよ。ここはアートチャンネル。自分のことしか見えてない人とか視野が狭くなってる人って、誰かを陥れたりとか誰かの足を引っ張ったりとか攻撃をしたりすることに時間を費やしてると思うけれども、その時間を応援する時間に変えてください。なので私のことを本当に親身になって応援してくれる人が今いるんですけれども、本当にその数どんどん増えてて本当にありがとうございますっていう感じなんですけれども、もうその人たちってすごく視野が広いなって、もうその人たちが幸せになる人なんですよ。もう誰かを応援することができる
る人、誰かを支援する人ができる人、頑張ろうとしてる人を後押しできる人がこれからの時代一番幸せになれる人なんですよ。逆に言えば頑張ろうとしてる人、頑張ってる人、輝こうと思ってる人、悩みを解決しようと思ってる人、もっと言えば苦しんでこれから這い上がろうと思ってる人を押し上げてあげて、自分ができるんならそれを頑張って頑張ってって、頑張ろう、一緒に頑張ろうって言える人だけがこれから幸せになれると思う。ここはアートチャンネル。だから誰かの足を引っ張ってるっていう心覚えのある人はやめた方がいい。本当にちょっともう全然サイトと関係なくなってきたんですけれども、全然このちょっと内容とどんどんすみません。ということで、これ以上喋るともと尻滅裂になりそうなので、この辺で締めたいと思います。最後までご覧いただいてありがとうございました。それではまた。ここはアートチャンネル。今回も最後までご覧いただいてありがとうございました。復刊 .com いい感じで票数集まっております。私の初期の画集を復刊させよう運動を皆さんと一緒にしておりまして、どうぞ皆さんの清き一票を、登録がねしないといけないのがお手数なんですけれども、ぜひぜひ下の説明欄に貼っておくので、子供恋文、ちょっとね初期の画風でちょっと恥ずかしいんですけれども、これがなかったら今の私はないと思って、はい、まだ持ってらっしゃらない方のためにぜひぜひ復活させたいので、ぜひ皆さんよかったら下の復刊 .com のアドレスから復刊 .com のサイトに行って、投票と熱いメッセージコメントよろしくお願いします。投票していただいたそこの皆さん、ありがとうございます。もうちょっと集めたいと思います。一体何票集まったら復刊できるのか、まだまだわからないんですけれども、この日を絶やしたくないので、ぜひぜひ復刊 .com へのご協力よろしくお願いします。それではまた。